どうもこんにちは、リオ松本と申します。今回からですね、新しくファッションスナップさんとちょっとコラボ企画ということで、3回にわたって、連載企画をちょっと今日からスタートさせていただくことになりまして、企画の内容なんですけど、何をするかというと、1993年生まれっていうその生まれ年の縛りで、今現在ファッション業界で活躍されている、まあ僕も1993年生まれなんで、その方々に、まあ3人ですね、3回なんで1回に1人ずつお呼びして、まあちょっとお話を伺いつつ、なんかその方に対しての、まあ生い立ちとか、まあ過去と現在と、まあなんか未来のこととかいろいろお伺いしつつ、まあなんかファッション業界どうなんだとか、なんかその辺のリアルな話を、誰かにとってなんかヒントになるようなね、お話をお伺いしたいなというふうに思っております。で、記念すべき第1回のスペシャルゲストが、T のデザイナーの鎌田さんです。どうぞ。こんにちは。ありがとうございます。いやー、1回目、第1回です。光栄です。いやでも本当にこの場をお借りして、お礼を言いたいんですけど、本当に最初に。いや本当になんか動画に、まあ、まして顔出しで出てくださるっていうことを、はい、こう承諾してくださったことがね、まあ、僕はすごい。いやでもそれは、リオ松本だから。でもなんか本当に嬉しい。好きで出たんですか。本当に、はい、恥ずかしいくらい結構見てうん、見てくださってて、でもなんかまあそういうのもご縁があって、うん、いやでも楽しくやりましょう。そうですね、はい、楽しく、はい、楽しくなんか楽な感じでお話いろいろお伺いしたいなというふうに思ってます。じゃあまあ早速なんですけど、はい、なんか生い立ち的なところから、まあ、過去からこうちょっと遡りつつお話をお伺いしたいんですけど、うん、今のそうですね、玉さんがこう形成されているそのルーツをちょっと探りたいですけどね。幼少期とかはどんな感じだったんですか。まあ一応その両親ともがアパレルなんですけど、うん、で両方ともお店を経営しててなんかお店って言うんですけど、なんかでもそこに直接的多分影響を受けたってわけではないんですけど、多分自然と生まれた時から周りに洋服がこうある環境にあったっていうのは多分、自分のと服を作る上であたって一番大きいかもしれないですね。じゃあ結構そのなんていうんですか、ファッションに対するなんか興味とか関心はもう小学校2年生ぐらいから全部自分で選んでましたね。小学2年からもう絶対人が選んだやつは着たくない。俺はこれを着たいからここの店行ってこれを買うみたいな。もうその時からじゃあもう周りとは違いますね、確実に。だって小学校2年と結構あれじゃないですか、お母さんが買ってきた服着るとか。そうそうそう、それがもうすごく嫌で、もう絶対みんなと同じ服着たくないみたいな。もうエゴの塊で俺は俺やからこれ着たい。いやその時から、はい、そういう気持ちが、うん、それはめっちゃあったっすね。小学校の頃から、うん、じゃあもうファッションで服に対しても、うん、こだわりはすごい強かったですね。こだわりあったんですかね。なんかどういう格好してたとかあるんですか。あ、でも小学2年生の時によく好んで着たのはディーゼルです、ね、渋すぎるんですか、うん、ディーゼルが小学2年生、小学校の時ディーゼルばっか着てたんでガチオシャレだったと思うんですけど。いや明らか違うんですよね、うん、あ、ディーゼル、ヒステリックグラマーかな。それなんでなんですか。なんかあったんですか、ディーゼルとかは。いやだから多分その親に連れてもらったその百貨店とかなんかお店とかあるじゃないですか、そこで、まあ、その親の服買いに行くついでにその子供服みたいなのもあるじゃないですか。あ、はいはい、でこれかっこいいみたいな、これかっこいいみたいな、金融の流れで、ね、じゃ結構そうですね、まあ、親御さんも仕事柄結構じゃ一緒に買い物ついて行ったりしますね。一緒にだからそこは得してるかもしれないですね。だからよく買ってもらってましたね、服を。ああ、そこに対するなんかお金の惜しみみたいなのがなく、うんうんうん、じゃあいいと思ったやつは結構買ってもらって、結構これ欲しい、これ着たいってやつはこれとか、うん、買ってもらってましたね。
じゃあやっぱきっかけとしてはやっぱ 親御さんとかその生まれた時の環境が、ね、多分その一番大きい友達とか周りっていうかは家族が多かったかもしれないですね。で小学校の時はそんな感じで中学とかなんか制服とかなかったんですか？あったっすね、制服あって。でも当時はまあ部活やってたんで。ああそうなんすか。でもその時もずっと服好きで、あ、ギャルソン着てましたね、中学中学でギャルソン、はい、中2ぐらい、中3とかはプレイめっちゃ着てましたね。はあ、じゃあもう普段はまあ制服で、はい、あでもやっぱ制服ってあるあるだと思うんですけど、白シャツの下に血の忘れるやつあるじゃないですか。ちょっと透けて見えるみたいな。そうで、やっぱ学校終わりにそのシャツを脱いで俺この T シャツ着てんだぜっていうのがありました、ね、でも周りはどうなんですか、その周りからのなんか。あ、でも変なやつだと思いました。いや、絶対変なやつ。やっぱそのそういう、なんていうの、好きな子もいなかったんで、洋服が。あ、服好きな。うん、だから結構まあ、変なやつではいたと思うんですね、なんか。でも、その、なんか俺いろんな、でもその当時からなんですけど、そのすごいやんちゃグループも好きだし、すごいオタクグループも好きだったんですよ。でその結構じゃあ満面なく、うんうんうん、みんなとなんか。で、なんかみんなそれぞれの各々のファッションがあるじゃないですか。ああ、そういう目線で見たいですね。制服の着こなし。制服の着こなしで、はい、あ、で腰パンもかっこいいし、ただ僕ガチガチ上げるのもかっこいいなって。なんかこういう、いろんなやっぱあんねんなっていうのを中学の時すごい思いました。多様なスタイルが、はいはい、それもいいなみたいな、認め出した頃みたいな、多様なスタイルもうじゃあ制服でさえもそういう目線 そうです、ね、目線が違うんですもん、そもそも着こなしっていう。本当に多分当時は本当大好きなんだろうなと思うんですね、その洋服に対する。もうそれしか多分なかったんで、ずっとそのこと考えて。じゃあ具体的になんか当時だったら雑誌読むとか、はい、なんかそういう感じとか。雑誌読みましたね。雑誌とか読んだりとか、うん、じゃあ実際お店回ってみたりとか。行きました、行きました。もう早かったっすね、だからそれ古着屋さんデビューとか。古着屋さんデビュー、はい、中3かな、多分最初。高校はどんな感じだったんですか？高校は大阪の学校行ってたんですけど、はい、あ、高校なんて一気にやっぱそのみんなやっぱ年頃なんで、あ、まあそう、大体そうっすよね。そうやっぱ普通はちょっと気を使い出すというか、うん、でやっぱ服好きなんかもいてみたいな、なんかこう世界がすごい広がった感じはしたんですけど、ずっと多分僕は多分その当時は突き詰めてましたけど、もう自分でひたすら調べる作業を学生時代してたみたいな。ディグりまくってみたいな、うん、調べて。高校の時とかもその当時多分まだなんて SNS もそんな発達してたので、ね、なんか自分でこうネットで探してその向こうの学生の服買うとかありましたよ、ロンドンとか海外の。はい、その時ですね。だからその卒業生、まあ、セントマの卒業生とか、まあ、アントワープとかあるじゃないですか、うん、の卒業コレクション見て、それで、あ、これ欲しいってなって直で連絡して買う。やばいはい、ありました。それぐらい多分その求めてたっすね、そのいろんなこう刺激を。小中高ずっともう、うん、好きですね、どっぷりみたいな感じで、うんうん、使ってで、ここが結構聞きたいんですけど、で、はい、高校卒業するかどうかって進路のことになるんですか？はいはいはい。で文化に行かれたんです、うん、その時はどういうようななんか決心というか、うん、でもやっぱこう普通に日本に住んでて、ファッションを多分これからやっていくんだろうなって考えるときに、うん、まあ、東京しかないなっていう、あ、まあ、普通に単純なあれなんですけど、まずはそうですね、うん、でも文化行ったんですけど、別に文化に行きたいっていうかは、まあ、東京に行って、あ、なるほどなるほど、ちょっと空気を感じたいというか、あ、まあそうですね、いろんな人とかものとか、うん、だから文化に行きたい、服作りたいっつって行ったわけじゃないですね。じゃあもうその時に、高校、まあ、3年生とか進路決める時にはデザイナーになろうとか、うん、そういう気持ちは、まあ、全くないですね。とりあえずファッション好きで、そうですね、なんか東京に行って、でどんなもんじゃいっていう思いがあったんですよ。あー、なるほどなるほど。そうそうそう、なんかやっぱ日本の一番のファッション都市は
どんなもんじゃん。いや、みんなやっぱおしゃれなんだろうなみたいなとか、ワクワク感があるじゃないですか。確かに。どんな感じなんだろうね。そうですね。いろんな。で、そう、ましてそのファッションを学びに来てる学校なんだとか。まあそうですよね。もうそういうやつしかいない。本当に本当に。あ、そのなんか、何て言うの、ワクワク感と、はいはい、まあ、高揚感で行きたいなみたいな、こう、すごいこう。その時はもう特に、まあ、ファッションで、なんか食っていこうとかっていうのは、まあなんとなく考えてたんですね。将来仕事にする。まあ自分が一番好きなことだったんで。ああ、でもその時迷いなかったんですか？周りはでも結構。ああ、めっちゃありましたよ。大学反対されましたね。あ、親に。だから自分のなんか学校とかも、やっぱなんてすごいスポーツとかも有名な学校で、なんか進路的にも、みんなこう、いい大学行って、うん、なんか、結構なんていうの、決まられたコースがあったんですよ。ああ、なるほど、ね。大学行ってみて。だから専門学校行くやつなんかは多分、ほとんどいなかったっすね。うん、その中でも、なんか なかったっすね、迷いが。それでもやっぱり。全くないっすね。全くなかったっす。もう周りとかが、大学行こうが関係ないみたいな感じで。はい、あ、もう、好きだから。うん、だからもう好きやし、迷う必もないし、俺やりたいのはそういうことやから、別にまあいいかな。その時から、はい、結構多分例えば動画見てる人とか、はい、迷う人多いと思うんですけど、そう、うん、その後迷いを迷ってもね、どっちみちどっちかしかないんで、やるかやらないかみたいな、はい、その決断は早いに越したことはない気がします。あー、なるほど。決断力が一番大事です。決めるっていうことですね、はい、自分で、はい、まあそうじゃないと、まあね、何もできないと思います。でもそうですね、それでも本当、はい、ファッションとか関係なく全部そうですね、結局。確かに、もうそういう、だから決めれない人は多分会社にとっても嫌ない人材なんで。まあそうですね、はい、自分で選択していかないと。確かに、切り開いて、うん、意思決定してやっていく、うん、けども、それは本当そうですね、うん、何でもそうですよね、うん、確かに。これはまあ全員言いますよね、あの共通して、確かに普遍的に、うん、で、じゃあ実際、はい、まあ、話は戻って、その東京のどんな問題って出てきて、うん、どうだったんですか当時。一番おしゃれでしたね、俺が文化で。ダントツで。どんなもんぜで、はい、東京出てきたけど。いや、おしゃれ度は多分、ガガチ高だったんじゃないですか。もう、ナンバーワンのファッション。多分、普通に、なんか俺、自分で言うのもあれなんですけど、多分、余裕ポンで一番だと思うんですね。当時はどういうスタイルというか、どういう。あ、でもすごいロンドンのブランドずっと好きで、ずっと見てたんで、うん、なんかロンドンの服が着てましたよ。はあ、もう海外インポートの服なんですか。あ、そっか。でも当時そのジェレミー・スコットとか履いてたし、まあアメリカっすけど、あとはショーン・サンソンってブランドとか、あとビビアンもよく着てましたね。はあ、じゃあ、まあどんなもんじゃね、着たけど、はい、結構大したことねえ。俺が一番おしゃれやないかみたいな。大したことねえなみたいな。でもそこでなんかどうなんですか。もうだってワクワク感があって、はい、東京来たけど、え、何これ、ね、表紙抜けみたいな。そこでなんか、それはありましたね。さ、ちょっとえみたいな、うん、肩すかしからみたいな。うわ、なんかこんな、なんか文化でファッション学びに来てるやつらで、うん、すげえやつばっかりだと思ってたのに、てんてんてんみたいな。うん、そこはなんか当時やっぱ18歳だったし、はい、イケイケだったんで、まあそうですね、すごいやっぱこう落ち込んだっていうか、落ち込んだんですね、はい、みたいな、がっかりしたみたいな、うん、もっとバチバチしたいみたいなのあったんですけど、その時にでも想像してたものよりも下回ったところで、どうしようみたいな、何だったんですか。ありましたよ、もうすぐやめようかなってなりましたけど、あ、もうやめようってなったんですね。あったっすね、行ってみないなみたいな、なったっすけど、なんか僕、なんか幸いにも東京知り合いも誰もいなかったんですけど、はいはいはい、出て行ってからすぐいろんな友達ができたんで、それは文化会だったんですけど、それはどういうきっかけなんですか。文化じゃないところでの関わりっていうか、まあ、よく遊びに行ってたってのがあるんですけど、夜とかクラブとか、あ、そこで出会ってみたいな、うん、で、じゃあまあ学校にはちょっと失望したけど、そういう仲間とかができてたから楽しいかもしれない、うん、まあ、だから求めてたのが、多分同い年、その18歳当時は同い年の刺激というかは、多分上からの刺激の方が本当に一番強かった時期なんで、周りの大人たちと遊ぶのが楽しかったから。じゃあまあ、
学校は確かに微妙だけど、はい、まあ、うん、別の楽しみみたいな刺激を受けるところが見つかったから、うん、まあもうちょい東京にいるかみたいな。そうですね、まあでもこのままね帰っても、はい、ああなるほどなるほど、まだ帰られねえな、はい、しかもせっかくこうね学校行かしてもらってるから、まあまあまあそうですよね、まあなんか楽しめるだけ楽しもうみたいな、1年目は楽しくなかったですね。じゃあその文化で学んだことってなんかなあるんですか、今思い返した時学校でなんか、あでもいい友達ができたぐらいじゃないですかね、あわかんないけどこんなん言ってたんですかね。そうでも人それぞれじゃないですか、やっぱりなんか意味あったっていう人もいればなんかどうなんですか、でも、うん、友達いい友達はできてたと思うんですね。あ、同じ世代で、うん、あと、うん、なんか卒業してからよかったなと思うこともありますしね、やっぱいろいろ、あ、思い返してみて、うん、友達がこう今一緒に活躍してる友達とかいると、ああよかったなとか、あ、そうなんですか、うん、当時仲良くなかったけど卒業してから仲良くなったりとかあるんで、あ、そういうのもあるんですね、うん、で結局やっぱあとファッション業界の人って文化めっちゃ多いんですよ、あ、出身そうっすよね、だから結局その話になるんで、あ、うん、確かに共通の話題だから、そうそう、ね、まあ最初のあれとしてはなんかつかみみたいな、あ、文化やったんだみたいな。え、学校は1年間休学あしたっす、したっすね、1年間、うん、それは何かあった、面白くなくてですね、普通に。じゃあ1年目のあと1年休学したみたいな感じですか。ね、1年の途中ですね、1年途中でもう、あ、1年というか半年ぐらいですかね、あ、もう行って半年で、はい、1学期終わったぐらいみたいな感じで、もういいやと思ってとりあえず、はい、休んで、まあちょっとじゃあ距離を置くみたいな感じで、そうそうそう、結構嫌でしたねその時、学校がうん、なんか行っても楽しくないから、それだったら別に一回休もうかなって、うん、じゃあその間に結構いろいろ考えて、でも最速男でしたよ多分俺入学してから、はい、休学まで、うん、なんか多分期待値やったから、あ、高すぎたのかな、なるほどなるほど、やっぱ自分のモチベーションと、うん、もうちょっとその当時はやっぱこう持っていけなかったですね、うん、じゃあちょっとギャップがあったんですね、うん、そこでだし、そんなあの18歳だし、なんか大人にもなれなかったから、あ、いやつまらんわみたいな感じだったんで、その1年間なら何してたんですか、東京に行って、あ、でもいやいや、いろいろ行きましたよ、あ、うん、なんか海外も行ったし、あとは、まあ、東京、そうっすね、まあその時にいろいろ、なんていうの、交友を増やしたっていうか、あ、せっかく休んで、あ、バイトもめっちゃしたんですよ、その時何してたんですか、焼き鳥屋と、あと焼肉屋っすね焼き鳥と焼肉、はい、飲食は鉄板で、やっぱお金なかったんで、もうそこでどんだけ食うかみたいな、ああ、まかないでみたいな、はい、ああ、そう、で、バイトで稼いだお金は全部服に使えたってたんで、その時はピークっすね、だからその服買う、ああ、その時が一番、うんうんうん、服に対して、うん、うわ、もう、うん、服が全部みたいな、19、18、19ぐらいがピークだと思います。へえ、じゃあ、あ、なるほどなるほど、じゃあその1年間の間はそういう感じで自分見つめ直す、そうですね、で考えましたね、いろいろ、だから、あ、この先どうするか、そうそうそう、あんなためにこうやってるのかなとか、ね、ああ、なるほど、うん、なるほど、でもで結局まあ文化でいろいろなったと、まあデザイナーになるとか、はい、服作るっていう風に、はい、なった、なんかきっかけだったんですか、作るデザイナーなのか、まあ、全くなくて、あの普通に自分でなんか着たいものを作ってみようかなと思って、あ、じゃあ、なるほどなるほど、うん、別に最初にそれを質問にもなくて、一着だけスウェット作ったんですけど、その当時、ね、ポップアップかな、そうそう、それをたまたまラフォーレで、たまたまですね。たまたまラフォーレで、そのポップアップやった時に50着ぐらい売れたんですよ。なんも普通の学生の10、多分その時だから19か19とか19歳が作ったスウェットが50着売れて、いやなんか超ないと思っちゃって、その時いけんねやこれみたいな、で
それが今に、うん、今まで続いてるって感じです。その時のだからデザイナーをしたいくてしてるわけではないです。あ、なるほど。あ、じゃあそう、あ、デザイナーになりたいと思ってなったわけではなくて、じゃあその最初に作ったものが売れた時の、うん、なんか楽しさとか嬉しさみたいなのが今も、うん、そうすげえな。なんかさ、具現化するのがその時得意って思うし、なんか考えてることも、なんか形に初めてその時も作ったんですけど、初めてにした時のなんか自分の思い頭の中とこう形になった時のがすごいマッチしてたんで、あ、俺結構これものづくり得意かもしれないなと思って、あ、その時に気づいて、うん、したらまあ需要もあるし、もうちょっとやってみようかなっていう、売れるってことですね、がもうずっと今続いてるっていう、はあ、なんかそのデザイナーとしてまあ服作る側になった時に、今までめっちゃ自分でお金稼いで買っていたっていう時と、なんか変わったことあるんですか、価値観じゃないですか、なんか服に対しての。でもやっぱ自分が作るようになってからは本当に減りましたね、買うこと。ああ、実践よ。うん、もう言ってましたもんね、19年その時がピークだったから、それ以降あんまり。だからその服作りする上でのサンプル材料としていろんなこうヴィンテージとか古着とか集めたりしますけど、そういう服の買い方しちゃってて、多分本来のそのドキドキというか、こう消費者でいた頃の自分とはやっぱり全然違うんで、こうときめきで買うっていうのが減りましたから、うおーみたいなので買うっていうのは、うんうん、まあ、なんか悲しいんですけどね、それも。まあ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 、そうっすね、うん、まあでもそうっすね、デザイナーになったってこともあるかもしれないし、まあなんか結構年取ったとか、うん、なんかそういうのもいろいろあって、だからそのね、生活する上で使うお金の、振り分けが変わってきますよね。あ、内訳が、うん、なんかそうそうっすよね、確かに確かに。だからそう、18、19はもう 95% 服みたいな感じでしたけど、今それやってたらやばいじゃないですか。確かに。あ、だから、だからより服はずっと好きな気持ちは変わらないんで、より良い服を作るための、なんていうの、ライフスタイルを形成する上で、やっぱその、まあ家だったり、ご飯とかもそうですけど、多分そこがあって、多分今の服できてると思うんで、まあ確かにそうですね。結局はやっぱその、お金にかけてるお金がやっぱ服には返ってきてる気がする。最終的にはそこに還元されてるみたいな。じゃあ、その、じゃあ服を作る上で、なんか大切にしたこととか、作る側で、なんか具体的にあったりするんですか、意識していることとか。でも僕は、結構、なんていうのかな、雑な感じがあんま好きじゃないというか、こう、洗練された、こう、なんていうのかな、完成度が高くて、だから自分の感覚もそうなんですけど。なるほどなるほど、ね、じゃあそれは別になんか縫製のクオリティがうんぬんとかよりもそうだし、うん、素材もそうだし、はい、色とかも全部含めて、はい、うん、なんか綺麗なものが好きなんですね、俺やっぱ。で、あと結構綺麗なものって言っても、女性的な綺麗なものっていうよりかは男性的な結構硬いものが好きで、なんかこうは、なんていうんですかね、難しいんですけど、はいはい、肌触りとかこう形にした時のこう硬さとか、こう、なんていうの、強さみたいな。割と構築的なものが、うん、そうですね、ちょっと性質的に硬いなみたいなものの服が好きかもしれないですね。あ、じゃあ、そういったものが自分の作る服に現れるように、はいはい、だからダメージとかは苦手なのかもしれないです。だからダメージデニムとかは一回も作ったことないんで、あとこう、うん、ダメージニットとかもないし、うん、こうなんかこう、なんていうの、破壊するみたいなことはあんま好きじゃないかもしれないです。うん、じゃあ形、物として一個、はい、なんか完成されていて、うん、みたいな、あの無駄もなくてみたいな、うん、シンプルかつっていう感じですよね、うんうん、シンプルかつ美しい、うん、だから結構単純だと思ってたから、普通に。じゃあ
逆にそんなにじゃあごちゃごちゃいろいろ考えてない考えてないですね。変に考えずに昔はもっと考えてたんですけど、もうちょっとコンセプチュアルな感じで、はいはい、もうめちゃくちゃ考えてましたけど、うん、でも今はどんだけシンプルにハンガーにかかった時にどんだけ艶がいい洋服を作れるかっていうのが一番、なるほど、佇まいとして物としてそこにあった時に、はいはい、よりメンズの服を感じかもしれないですね。でもう本当そうですね、あのなプロダクトっぽいというか、なんか製品っぽい感じね、うんうん、っていうんですね、そう、なんかバージョンをアップする感覚が自分にはすごいっていう感じがしてて、その一か、なんか新しいものっていうかは自分がもう作ったじゃあ1個のパンツのシルエットがあると、それを毎回同じ形では作れないですけど、ちょっとずつじゃあまあ今回じゃあ太もも幅じゃあ 1.5 センチ増やそうかな、はいはいはい、はあるんですけど、なんかこうアップデートしていく感覚なんですよね、今の自分の。じゃあもうちょっと研ぎ澄ましていく、はい、だからもう好きなものは多分なんていうの、もうある程度もうちゃんと固まって分かってっていうか、なんでそこを、なるほどな、もう極めていくみたいな感覚、はい、そう、多分もう好きなもの多分結構変わらないですね、多分。まあでも この年齢まで来たら、うん、あ、じゃあそうか、なるほどなるほど。ちょっとまあその服作りっていうところに関連してですけど、はい、Amazon のショーのアット東京の Amazon、はいはい、あれは結構皆さん記憶に、そうですね、あれは新しい、うん、あれはどんなんですか。いやでも本当ひょんなことでひょんなことで、きっかけはひょんなことで、いや本当にたまたま知り合いが、はいはい、ショーで興味あるとか言って、あ、まあできるならやってみたいですね、みたいな、あ、じゃあアット東京やるみたいな言われて、いいっすかみたいな、えみたいな、そんな軽く言ってきますみたいな、いやまあでもやった方がいいじゃんとか言って、まあ、じゃあぜひちょっと話聞いてやってみたいですっつって、そっからもトン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 話進んで、うん、だからもうどうしたの、あれは自分的にはどうだったんですか。あれはいいと思います、普通に、あ、うん、満足して、うん、てか、うん、自分が洋服以外のものじゃない部分もこだわりでちゃんと作れたっていうのが、うん、なんか T として なんていうの、まあ、世界観をちゃんと見せれたっていう、あ、世の中に対しても、うん、あ、なるほど、じゃあ自分的にはもういいじゃん、なんか、うん、いいし、そうで満足はしてないですけど、あ、まあ良かったんじゃないかなと思います。どうなんですか、あの気分は。あの場の現場の。いやでもめっちゃ忙しくて、あの本当にショー準備が、はい、ショーやったか分かるんですけど、本当やばくて、もうそれはあれですか、ショー当日までの準備と。いや忙しいですね。もう打ち合わせがもう鬼のようにやったんで、あとこうもうやることもすごい多かったんで、そのショー。うん、もうなんか決めることしかないんで、そうですよね、あ、そうですよね、何をどうするか、はい、結構その決断、いや本当にもうずっともう決めるみたいな、どうしますかってなった時、こう、その決めるなんか基準あるんですか、うん、あ、でももう感覚っすね、もうだから感覚で決まってると、もうどっちがいいかどうかで、はい、こっちこっちみたいな、でもあのショーは良かったですね、またやりたいですね、だからそうですね、楽しみですね、またちょっとやりたいです、ひょんなことから、うん、あるかもしれないですね、はい、でもあのショー自体も最高のチームでやれたんで、本当友達しかいなかったんで、自分のチームは、うん、あえて入れなかったんです、その制作、みんなだから入れるんですよ、なんか制作とか、はいはい、でもこっちでとりあえずまるっと企画とか全部考えたいんで、全部こっちでやっていいですかみたいな、他のショーではありえないことなんですけど、じゃあ基本全部タッチして、はい、だからその設営とかはまあもちろん手伝ってもらいましたけど、はい、基本は考えることはもうこっちで全部やるんで、それをやってください。あ、でもそのさっきから結構やっぱりその周りの仲間とか友達っていうキーワード多いですけど、その感覚チームでやっぱ友達とやるって難しさとかないですか、ね、仲いいがゆえみたいな、てかもう全くないですね、仲いいがゆえのもうガチで仕事としてやるんで、みんな、あ、
変な慣れ合いとかじゃなくて全くないですね、だから、遊びの仕方も多分他とは異なる遊びの仕方というか、何てやるんだろう、遊んでいるんですけど俺ら的には、でも仕事になっているんですよ。なるほどなるほどなるほど、本人たちも自分たちは楽しみながら全部やってて、もうそれが結果的に、じゃあもうそこに対するなんか仲間友達だからこそちょっとやりにくいとか、全くないですね。あともう向き合い方がみんなやっぱ一緒なんで、じゃあもう同じ方向に向いて、もうプロフェッショナルですね本当に。妥協もないし言いたいことも言えるし、あと各々もその他の分野での活躍が、そうですね、おのおの自分のジャンルである程度頑張ってきた人たちが集まってるってことですよね。本当に93年ってすごいですね、そういう恵まれてるっていうか本当に多い。確かにそうですよね、結構思い返すだけでも93年でいっぱいいますよね。今回は3人だけお呼びしてますけど本当にいっぱいいますもんね。ジャスティン・ビーバーが言うんやっぱそういう93年のトップです、最強ですよトップオブトップでしょジャスティン・ビーバートップって確かにあれはそうですね。だから別に変にその年代意識もしてないですけど、まあ、なんかあんまそこに思い入れもないんですけど結局こう一緒に仕事とかなんかする上で一番信頼も受けるしやりやすさで言うとやっぱ93年のメンバーになっちゃうな、自然となっちゃうみたいな。じゃあちょっと話がありますけど、はい、なんか将来デザイナーになりたいとかいう人結構多いと思うんですけど、はいはい、若い子で、どうなりたいんですけどって相談が来たらどうやったらいいやんって言います普通に。あでもそれがさっきの話とやりたいならやればいいてか、もう好きそうやってやりたいデザイナーになりたい服好きだったらもう他に選択肢ありますかって言いたいです結局。まあ、ほんとそうですね。なんか別にやりたいならやらん選択肢ありますみたいな、それで確かに確かに、やる以外ないっしょみたいな、やりたいならやれよって、別にだってそれであなたは何か失うものありますかっていう。確かになんかみんななんか考えすぎっすね別に。そうそうね、気楽にやればいいと思う。なんかあと自分なんか才能ないとかセンスないとか思わない方がいいっすね。やってみろって、やって好きだし、好きやし、そのなんか好きなものがあるってこと自体がやっぱ素晴らしいことだと思うから、そのね好きっていうものが多分絶対どっかしらに需要があると思うんで、だからみんなにチャンスはあると思ってるんで、確かになんかそこでなんかこう諦めるとかやらないっていう選択肢は論外ですね。確かに。そうですね。だからやってから相談しに来いですよね。いやそれめっちゃ思うんですね。やりたいと思ってるんですけどじゃなくて、やってここ困ってるんですけどどう思いますか。だからそっちの方が相当建設的ですね。俺も言われるんですよ、デザイナーってどうやってなるんですかって。いや別にすぐなれるやろみたいな。そうですよね、確かに。まあそもそもですけど浜田さんにとってデザイナーとはどういう存在というか。でも、はい、いつも考えるのはアーティストじゃないってことを考えるので、そのやっぱ自分の好きなことだけやってるのはデザイナーじゃないと思ってますね。まあ本当そうですよね。もうファッションもそうですけど、必ずやっぱビジネスとしての側面とか、いろいろやっぱり考えるやっぱアーティストだと、まあ、音楽で言うとやっぱその別にね、普通アルバム出す方がいいわけじゃないですか。その人がこういいと思うときタイミングに出すんだけど、はいはい、ファッションってそうはいかないんで。まあそうですね、審査もあったりし、やっぱじゃあ2年に1回でいいですとかって、そうやったらもうビジネスとして成り立たないんで、そこがやっぱ難しくて、やっぱ期限もあるんで。そうですね、はい、だからそこまでにどうしてもこうデザイン出して服作らないといけないっていう、やっぱ半年で完璧を求めるなんて無理な話なんで、でもどれだけこう近づけて落とし込まれるかっていう仕事ですかね。最終的にはこれが正解ですって言わなきゃいけないってことですよね、お客さんとか世の中に対して。そこが難しいです。でもなんか所詮なんか
所詮服って感じなんで、まあ言い方あれですけど一方でって感じ、はいはい、スタイル結構、まあ、面白いなと思ってたんですけど、結構服一本みたいな感じじゃないですか、うん、もう服、俺は服だけしかしみたいな、そういう感じじゃなくて結構いろんな活動の幅もあって、いやでもなんかそう人生の長く考えるときに、いや服だけの人生は俺年いったときに嫌だなと思っちゃったんですよね。ああなるほどなるほど。はい、まあで、まあ、さっきの話もそうですけど、服以外のところが結局服に還元されたりとかっていうこともあるんですよね、はい、自分が一番服が作るのも服に対しての多分知識とかも好きだからこそ一番あるんで、うん、そう、だから一番好きなのは服なんですよ。ああ、うん、でもそれだけじゃないってことですよね。でもそれが俺は周りの中で得意だからやってるだけで、ああまあ得意っていうか、まあ好き、うん、なるほどなるほど、うん、その辺結構なんか今っぽいなと思うんですけど、うん、デザイン一本服のことしか知りませんみたいな、っていう感じじゃないですか。まあ、かっこいいですね、そういう人も。まあその人はそういう人で一個の道を極めてるって感じですけど、なんかそういう結構フラットな感じで、まあ洋服も好きだし、でもそれは一つにしか過ぎないよみたいな、その距離感みたいな。でもなんか好奇心が多すぎて知りたいものとか多分なんか不思議なんですけど、逆に俺はみんなに思いますけど、なんかもっと好きなこととかもっと知りたいとかないのかなって生きてて、なんか疑問、俺は全てに対して疑問を抱くんで、なんでだろうっていう、うん、なんか看板にしても街歩いてもね、看板とかの建物がなんでこの形なんだろうとか、意味は絶対あるよなとか、なんか全てにデザインに意味あるじゃないですか。でお酒飲んでても、ラベルのこう、ね、このデザイナーは誰、なんかどうやって考えてるんだろうとか、なんかもう、てか、なんかいろいろ考えるっていうか、興味があるから、そもそも性格的にも一つのことだけ、はい、まあ、無理っすね、無理ってことですね、うん、絶対無理です、ね、じゃあまあ話は変わって、はい、ファッション業界の未来は明るいかどうかっていう話をちょっと聞きたいんですけど、どう思います？聞かれたら。いやどうなんすかね、逆にあんま考える必要もないみたいな。てかどうなんやろ、もう難しいっすね、それ。でも本当に減ってきてるんで、デザイナーもスタイリストも、はいはい、今だからそうやってやりたい人がいるのであれば独り勝ちできる可能性ありますよ。あ、逆にチャンスってことですよね、はい、確かにポストは確かに、うんうん、だからすごい空いてるから、今多分やるならやれるチャンス、うん、あ、ただまあ業界全体からすると、まあ結構人も流れちゃって、うん、まあちょっとあんまり明るくはないかなみたいな、うん、てかもうね、多分何も勉強してないですみんな。ああもう今いる業界も、はい、なんか何も知らすぎるから、なんかそんなやつ に憧れることもないよなって思ったから。ああ憧れる、あの人みたいになりたいみたいな、はい、そういう人がもうあんまいなくなってるってことですね、うん、なんでそんな仕事しててそのことさえも分かんないのって思っちゃうんで、もうその知らないことっていうのは単純にその洋服の知識とかそういうことじゃなくて、だけじゃなくて、はい、まあいろ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 ってことですよね。でもまあね、いろいろあるじゃないですか、やっぱその、いやそれぐらいは知っとけよとか、うん、なんかもう別に知らんでもいいんやけど、それは知っといた方がいいんじゃないですかなんかでも俺みたいなそのやつに思われること自体がもう終わってると思うんですよ。ああなるほどなるほどなるほど。じゃあやっぱファッション業界の課題みたいなところも結局そういうところが結構人っすか、人問題みたいな、人はあるんですか、人材みたいな。あ確かに確かに、早く引退してくださいって感じですね威張ってないでじゃあ今後の目標とかってあるんですか、そ今後やりたいこととか。バーやりたいです。ああもしバーを経営して、物件探してます今。おお楽しいっすねバーを、はい、ですね。それは何でなんですか、何かあるんですか理由は。
まあ、先輩方のお店はいっぱいあるんですけど、自分たち世代のお店ないから、まあ、作った楽しそうだなっていう、まあ、なんかたまり場を作りたいな。なるほどなるほど、居場所を作ってみたいな。面白そうですね、うん、それ一番ですかね。一番やりたいこと、うん、楽しいですね。じゃあ最後に、はい、あなたにとってファッションとはって質問を最後に全員に聞いてるんですけど、一番楽しいものですね、自分にとって。なるほど、楽しいものっていう。うん、楽しいです。ファッション、どの辺が楽しいですか、一番。やっぱ、もう、なんすかね、でも、服ってやっぱ魔法はあると思ってるんで、ずっと。やっぱその人のこと素敵にしてくれるし、多分、本当に素敵なところに連れてくれると思うんですよ。服が。うん。なんかやっぱ、うん、確かに着てる服がいろんなきっかけとかになったりする可能性があるしみたいな、うん、出会いとかもあるし、おしゃれかおしゃれじゃないかで言ったらおしゃれな方が絶対得する。まあそれはそうっすね。もうそれ絶対そうっす。おしゃれじゃないっつって多分何やってもダメっす。あ、でもこれ結構共通してると思うっす。音楽に関してもおしゃれじゃないやつの音楽ってダサいっすよ。でも俺結構これ絶対そうだと思ってて、あるっすよね、うん、繋がってるところは絶対リンクしてる、うん、おしゃれな人が作るものっていうのはかっこいいことが多いですよ。そうっすね、そういったところの意味でも、うん、魔法、うん、魔法ですよ。それが楽しい、楽しい、これは多分ずっと変わらないですよ。作る側だろうが、うん、使用者だろうが、ファッションは楽しいです。あ、楽しい、だから楽しんでください、みんなも。本当っすね、楽しむもんすよね、本当に。楽しくなかったら、そうそうそう、ファッションじゃないですからね。楽しくもう買って、楽しく着て、マジで高くて、そうっすね、素敵な何かがあるかもしれない、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、最後なんですけど、来期、はい、T やります。お願いします。皆さん、ぜひともよろしくお願いします。最後営業ビジネス臭くなってて。まあでも、はい、いい機会が、お願いします。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございます、はい。